中の武井美和と、みんなの競馬夏企画オーディションに合格した彼女は、この夏 G1 コースやトップジョッキーの取材を精力的に行った。たくさんの強い馬とか、はい、騎手とかにもインタビューしたりとかして、いろんなことを勉強してきましたので、素晴らしい。どうですか、武井君は。じゃあそのロケでなんか好きな馬とか見つかりましたか？一番最初に会ったレッツゴードンキが好きです。大花賞馬、渋いとこ行ってきたよ。なんでなんかすごい私に懐いてくれた気がして、相性がいい、はい、すごいこう顔もセレクレしてくれたのが、まあ、この後もクラシック週刊賞とかも出ますしね、はい、はい、見せてもらいたいと思います、うん。新入生2人目は謎の美女翔子。彼女も今年の夏から予想を始めた競馬ビギナーだ。今年の秋、東スポの方で予想コラボを担当させていただくことになって、ただいま猛勉強中です。素晴らしい姿勢ですね。勉強したいです、はい、一緒にやろうよ今日すぐ新入生口説くから持って帰ろうとしたら、一緒にシャワーはかかるから何を言ってるんですか。授業でみんなで勉強するんでしょう、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ最後に、はい、宮崎新入生3人目は人気ファッション誌の専属モデルを務める宮城舞。競馬はど素人と語る彼女だが、趣味が漫画と家庭とゴルフで、言ったら本当おっさんなんですよ。でも唯一競馬だけ全然かじってなくて、なるほど、その際もとことんおっさんなのに、もう正真正銘の競馬ビギナーはい、そうですね。この3人新入生です。今日の授業をしっかり聞いてですね、それぞれのこう秋競馬の楽しみ方を学んでいっていただきたいなというふうに思います。はい、宮崎先生、はい、はい、はい、質問があります。何でしょう。おいくんと僕はもう競馬はすごい詳しいので、うん、同じような授業だと退屈です。レベルが違うんです。いや、しかしやっぱりね、もう時間も時間ですし、もう眠くなっちゃう。そうだよね、収録の時間はいいじゃないか。やめてください。授業の最初にあくびはダメですよ。ダメ。これね、競馬クロードも楽しめるような、もうそういう授業を今日は用意してますもんね、白石。はい、はい、絶対に小木くんも矢作くんも食いつく話なので、授業中の居眠りは禁止ですよ。しかし、そんな平和の手を見つけられたように、僕自身も何かこれからの可能性をやりたい。誰も何も言わなくなったら本当におしまいだ。やっぱりこの銀行は間違ってます。こんな銀行でも守りたいとおっしゃるんですか。話す前が黙ってない大集会。お前これが一番なんだよ。京吉が生きてるんじゃないかって。おお、京吉。6ポイントでビハインドに縮めてきました。さあサービスさせていきました。今度は短いポイントで遠藤早川3連続ポイントになりました。どうじゃ、これはこのサービスの時に得点を持っている形が多いでしょうか。そうですね、早川選手本当にサービスがうまいので、そこからのサービスの3球目っていうところがすごくレベル高いんですよね、はい。なので、やはりそこからリズムを作っていきたいですよね。と、わずかにオーバー。再び6ポイント差。この一番外側のラインがダブルスでは使われますね。オーバーしてきました。これで中国組のサービス。
早い展開でポイントを取りました。日本の遠藤早川、今年7月の台湾の大会でもこの両者が対戦がありました。ストレートで敗れましたが、第1ゲームはこの中盤から追い上げて、最後は1ポイントずつ交互に取り合うという展開でした。早くまで打つというのさあ、その同じ形になってくるんですよ。これ15ポイントというのはバドミントンの中でも一つ気になる数字ですよね。そうですね、やはり勝ちを意識するようなポイントでもありますし、ある程度そこが気温のベースになってくる部分になると思いますね。さあ、今度は遠藤のサービスです。2回方が最後です。今度下がって、さあ、よくありました。基本的には長男が、防衛という形が多くなる。3ポイント差に縮めてきました。8ポイント差あった最大の差が3ポイントまで縮まってきました。遠藤のサービス続きます。ボディを狙われました。長男のポイント、ここです。失礼、日本のポイントです。オーバーですね。失礼しました。アウトですね、はい。さあ、2ポイント差。短いラリーでのポイントが続いています、日本チーム。よく攻め込んでいった早川でしたが、惜しかったですね、はい。あまり今日こういった形で早川が前に出ていくシーンがあまりありませんでした。そうですね、今思い切って詰めたと思いますね。もともとはこの形得意の遠藤早川で、空回放のサービスです。難しいところに打たれました。やはりああいう低いドライブの展開だと、はい、空回放選手のドライブの強さというのが出てくるんですね。なのでああいう低い展開になると、潜られてフォアで比較的打ってくるので、少しあの辺の対応難しいですよね。フォアの使いました。お願いします。エンド、また難しいところ、ちょうど右肩のあたり、2回続けるこの早川のところを狙ってきました。今のドライブもやはりすごい、はい、ネットから浮かずにですね、はい、速い球が返ってきたので、前衛が得意な早川選手も今のはちょっと対応できなかったですね。これコミュニケーションになります。5ポイントビハインドになりました。遠藤早川、遠くから打たされた形だったんですか。そうですね、というよりかはちょっとやはりなかなか自分たちの攻撃が決まらないので、ちょっと今遠藤選手力んでちょっと打ってしまったんですね。そうですね、はい、6ポイント差、先に21ポイントに達したチームがそのゲームを取ります。勝負どころです。落としてきました。今度は早川が後ろから、5ポイント差。今年5月の両者の対戦ではドライブ戦を制したという展開もありました。今度はこの風開放の強打でした。さあ、ゲームポイントを迎えました中国。